割と12月14日の朝なんですけれども、今回ちょっとお笑い芸人についてお話しするんで、お笑いに興味のない方は止めていただければと思いますけども、えっと、いつだっけ ?2 日3日ぐらい前に、吉本所属のお笑いコンビの 和牛がですね、解散するっていうニュースが飛び込んできて、これは僕的には衝撃だったんですよ。まあなんか本当のファンの人たちはなんかそういう解散するんじゃないかみたいなことをうすうす感じていたっていう人が、まあどうもいるようですけれど、僕はそこまでこの詳しくなかったんで知らなかったんですけれど、和牛ってご存知ですかね和牛ってあの、M1 グランプリで言うと、まあ決勝まで 3年連続かなかに行ってるんですよね。あ、5年連続決勝か。5年連続決勝に行っていて、十六、十七、2016、17、18は準優勝。M1 史上初の3年連続準優勝の記録を持つ。 ま、記録を持つって言っても3年連続準優勝準優勝で相当悔しいやろうねって思いますけれども、まあ、この和牛っていう2人のコンビが来年の3月に解散するっていうね、ことが発表されて、まあ、SNS がまあ、あの、すごいこう、盛り上がったというか、あの、なんかすごい議論、議論っていうのかな、あの、あの活発にこんなテーマが話し合われてたみたいですけれども、 まあいくつかの記事を読む中で、まあ、どうして解散するのみたいな話になった時にまあよく言われている方向性の違いみたいなものはどうもあったらしいとそのボケの方の水だと っのという二人がいて、もともとそれぞれが別なコンビで活躍していて、もともとそれぞれ別々に、それぞれが両方ともボケだったらしいんだよね。で、この二人があるときくっついて、で、まあ、話し合って水高ボケ、川西がツッコミになって、二、まあ、人でネタを作っていると。で えっと、川西の方は、どっちかっていうと、劇場の出番を優先したくて、劇場で漫才、お客さんの前で生で漫才をするっていうことを、これからもずっと続けたいと。それに対して、その水田の方は、まあ、テレビなどを含めた、他の場にも、活躍の場を広げるっていうのかないうようなところで、ちょっとやっぱ方向性がずれてきたりとか、あとは一つ、 大きな原因になったっていうのは、舞台に立したい、立つことを、まあ、優先していた川西に、川西がちょっとまあ、挙げ方の許せなかったところとして、水田が何回か舞台出番に遅刻したらしいんだな。で、僕がし、僕が、まあ今までに聞いた、見たり聞いたりしたことは範囲で言うと、まあ二人で出る出番の時に辛さが泣いた。二人で誰か出番が出る時に、 片方を来ないとどうなるかっていうと、この救援にはならないで、その10分15分の枠があるんで、救援にはならないで、まあ、片方だけで出てくるとかね。例えば、えっ、ー、と、まあ、例として良くないかもしれないけれど、それこそノンスタイルの片方が、 なんかまあある事情で謹慎した時にまあ石田っていうね、まあ、ツッコミのあちゃあボケの方が一人で舞台に出ていって10分とか15分の出番をなんかフリップ芸かなんかでこなしたんだよねまあそんな風にして一人になっても一人でその持ち時間をやるっていうのが多分多くの場合そうじゃないかと思うんですよだからそういうことを川西が一人でやってた時があるんだろうと思うんですけれども まあそういう細かいところからの相手に対するこう、不信、不信用っていうの信用できなくなっていったっていうのかないうところがどうもあるみたいですよね。だからまあ、漫才コンビを夫婦に例えたりすることもありますけれど、まあ相手のことが信頼できるか、相手を信頼し続けることができるかってすごく大きいですよね。 これだから、まあ、あのー、すごい変な例えかもしれないし、話が飛躍しすぎるかもしれないけれど、まあ、仕事の関係でもそうですよね。やっぱり、一緒に仕事してる仲間を信用、信頼できるかってすごく大きいと思うんで、少なくともその、周りの人の信用、信頼を裏切るようなことだけは僕はしたくないなって思うななんか、まあ、人のことを、人に迷惑をかけるとかいうのはもちろんしないようにしたいし、 まあ相手から見るとね、その、そういう、うわこいつ信頼できないな、みたいな感じにならないように意識していきたいなって思いましたね。ほんじゃまた。